どうも、ヘルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。そうだね、まずはいつも通りモンスターエナジー飲んでいきましょうか。で、今回はあれですね、支給品の配達があるのでそちらを配達しに行きましょうか。見えるかい？これは太古の地球の姿。昔大陸は一つだったんだ。じゃあこれは？もうすぐ君に本物を見せてあげる。なんかちょっと悲しそうな感じだね。ってる。だからここを出たら月にだって行けるんだ。まあちょこちょこ休憩を挟むと出てきますね。さあ、スキャンを開始します。ブリッジ ID を確認します。ワイクも完全回復やね。さあさあ、シャコの機能も感動になってるね。はあ、しまうこともできるんだ。なるほどね。ちなみにしまったとして、ああそんな感じか。まあ、使っていった方がいいかな。なんか色を変えたりできるかなと思ってね。建設か。そうだね、作りたいなと思ってね、節電ね。あとは、これも使用回数あるのか。そうか、使用回数あるってなるとだね。6秒パイ、まあ攻撃用としても使えるけどっていう感じか。一回このまま行こうか。で、荷物だね。とりあえず荷物を、あ、閉じてしまった。どうしたんかな。リバースに積んで、靴はそのままでいいか。意外と結構積めるんだね。まあ、あとはこれで納品依頼があればそれのアイテムも出てくるからね。
ここの2つはやってもいいかなっていう感じなんだけどね。これがね、あ、やるか。ちょっとね、今回は長旅になるとは思うんだけど、ああ、これ以上無理か。さあ、これで最適か。ああ、バイトの最適化はできないわけね。依頼が受注されました。目標時間が設定されました。あと納品時間があるから。これも受けてだね。あんたから採取した血液で作った輸血用パックだ。ほう。そう。輸血量の回復ね。血液グレネードも手に入った。開発した対 BT 兵器を完成したての第1号。既存のグレネードを改良したものなの。急ごしらえで作った試作品ね。理論上は完成していると言えるわ。でもその効果はあなたに実地で試してもらうしかない。効果が証明できたらあなたは BT を仕留めた最初の人類ということになる。ただし使いすぎには注意して、使うのはあなた自身の血液だから。血を抜きすぎたら貧血症を起こすことだってある。ではこの2つをっていうことだね。合計かこんくらい持っていきますか。結局持てる量に限りがあるからね。さあ最終目的地は、後にして、とりあえず配達していきますか。で、ついでに、その、途中の場所に発電所も置きたいなっていうのあるんで、それはそれとしてやっていきましょう。まずここだね。ここまで行きたいから、大回りしていく感じにはなるのね。第2兵器、血液グレネードを試してほしいの。確認してみてね。アイテムは使えないからね、あとだね。さあ行くか。サム、他にもいくつかの依頼を受けているのか。ポートノットシティに着いたらその後は湖を渡ることになる。受注している依頼は事前に終わらせておいた方がいい。まあそれだけ。こなすためには事前に地図を見て行く先を確認しておくといい。それだけあれってことか。なんか激しい戦いが起きるのかな。ちょい。じゃあこの辺りはね、ゆっくり、バイクで戻りながらと行きますか。さあまずは一つ目。納品っていこう。
まあだいぶスピードの品じゃないかなと思うんだけどね。ありがとうサム、早かったな。でしょ。さあ無事クリアと S ランクで、いいね、オキシトシンを分泌させると。あー、カラーが増えるんだ。じゃあまたな。お疲れ様でした。で、受注をするとなると86キロ、80、60か。容量的にかなり厳しいね。今はできるだけ運んで持っていけるように。抜けたね。バイバイって手振るんだね。そうか、さすがにあれか。さ、着いたぞ。お、問題なしだね。よしよし。さあこれで納品はほぼほぼ完成と。じゃあだ。えほい。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送担当。50キロか。ああ、ここは保管にも入れてるやつね。これは依頼用を支援物資か。これとこれ建設装置はそのままで、意外と血液袋も重いんだね。プライベートボックスに入れると。で108、ディバースストライカーってどんくらい乗るかな。意外とこのあとどんくらい乗るっていうのが分かりづらくてね。で受注しても一気に終わらせよう。オッケー。いらない。いけたね。これで、いける感じかな。依頼が受注されました。目標時間が設定されました。45分以内っていうのがまたね。この時間が表示されるときとそうじゃないときの差がいまいちわかんないよね。
すらまっすぐと。さあ、完了。多分ね、あの風力発電のところはね、意外と面倒くさいと思うんだよね。サム、ハートマンだ。お、久しぶり。君も私たちもそれぞれルームスとしての能力を持っている。デスストランディングが起きてビーチが発見されたことがドゥームス誕生の原因の一つだと言われている。以前は死を想像しかできなかった。だから宗教や哲学が生まれた。だがビーチが発見されて死は想像するだけのものではなくなった。認識できるものになったんだ。ビーチに行くことができる人間も現れた。その反対に BT がビーチを通ってこちらにやってくるようになった。ビーチは人によって異なる。だからビーチやドゥームスの謎を解明するために多くの心理学者やカウンセラーが研究に乗り出した。一種のブームになった。その結果多くの症例が分類されレベル分けされた。中でも君のような機関車は極めて珍しい存在だ。その原因を説明する理論もまだない。アートマン時代がじゃあ研究者なわけね。研究者のカウンセリングを受けたことがあるはずだ。そのカルテをいつか見たいものだ。まあ情報としてはかなり貴重な部類なんだろうね。預けてきたもんな。うん、仕方ない。これでこのまま納品してみよう。さあどうなる。ありがとう。こんな量をどうやって持ってきた。量は完璧だね。劣化は 12% とかあったけど、あ、劣化率低いから OK なんだ。はあ。さあ S ランク。さあその他にもまだ、あ、平均で測るのは助かるね。さあさあいいねも稼いで、サムに分配されたと。ゴーストグリーン、速度は結構速かったみたいだね。助かった。お疲れ様でした。新しい、いやだいぶ軽くなったよ。もうそれだったら OK。 これとあともう一つ依頼があったからね。あとはそれで戻ってプライベートルーム行って一旦って感じだね。戻ってこれたね。結構大変だったね。帰りも BT が出てきてちょっと面倒かったっすね。誰かいた。あ、これで納品物が預けられるんでやっと最終的にいけるね。今回の目的なんだ。発電所から持ってきたのか。もちろん。一人で一体どうやって来られたんだ。
あ、でも難易度が上がれば上がれば上がるほどっていう感じはするけどね。なかなか運ぶの大変や。さあ、ヘスランク。エニーシングユアニード。音楽が聴けるようになるわけね。さあ、ベンジャミン・ハンコック。ホログラムセンターで見れると。さあ、最大蓄積も上がってきたね。安全性はだいぶ上がったね今回で。さあエキスパートハンドラーとそれぞれ上がると、おエリートハンドラー、多くのいいねをもらえるようになったと。どれだけ人をアンダースタッアンベッブ、まあ、感謝をされましたが、一旦配送端末にアクセスしてください。さてどうしていこうかな。あ、この辺りはちょっとね別の機会。プライベートルームで休もうかね。ケースリピアは持ってる。そうだよね、やっぱプライベートボックスにいくつか入ってる感じだね。さあ、修理もすべて終わった感じなんで、あとは清潔にちょっとしますか。血液採取チェック、献血ありがとうございました。さあ、まずはシャワーと。いや、だいぶ汚れてたからね。あ、でもそれだけか。さあ、2本月中。さあ、こちらも2本月中と。いやー、モンスターエナジー飲みたくなってくるね。大好物っていうか好きな味だからね、どうしても飲みたくなるよね。ほんじゃ、行こうか。さあ、修理も OK で、プライベートの方をねちょっとねアイテム取り出したいんだよね。これとグレネード、こんな感じかな。で、バランスよく持って、これでいいね。
さあ、では今回の目的となる、ミューロポスト。あ、ミューロポスト取りたいけどな。ここだね。でも、バイクじゃ行けねえな、ここはね。うん、歩いていく感じになるかな、これはね。うん、歩いていくか、今回は。ってなると、靴足りるか。駐車して。あとは武器は持ってた。ああそうだね。これを、うん、これでいこう。さあ、ちょっとね、徒歩なんで長い旅になるかもですが、ちょっと徒歩を楽しんでみますか。行ってらっしゃい。まあね、途中でそのバイクが落ちてるようであれば、それはしっかりと回収して借りていこうかなと。先に渡ってこっち側行く方が安全そうだね。おい、あ、でもちゃんと橋を向こうも構えてくれてる。あれ助かるな。あの、今回国道もどうにかしたいなと思ってるんだけど、国道の話がまだ出てないんでね。地道に少しずつ。ああ、カエラル結晶も欲しいけどな。まあなんかね、バイクでさっきまでずっと移動してたからめちゃくちゃ新鮮やな。ありがたいね、こういうの。こういう意味ではストランドはいいね、つながりっていう意味ではね。さあ、左右に展開してると。あとはそれだね。やっぱ荷物が軽いからすごい動きが軽快に見えるね。これはいい子だよ。で、具体的にこのいいねも何に使うかっていうのもあるんだけどね。お、危なっ。このまま、まっすぐ。さあ、この山を越えていく感じか。だよね、ルート的には。
ね、決勝ぐらいだったらちょこちょこ回収しながら。よし。あ、プラス19。ゲーススプレーは、リペアスプレーは欲しいな。雨か。ということは BT 出てきそうだな。雨だったらまだいいんだけどね。時雨だね。黒い雨の方になるとちょっと。来るよね。さあ出てきた。これがさ難しいのよね、切り抜けるのがね。とか考えるとできるだけ平らな道を通っていきたい。まあまだ周辺にはいないね。見つけたときはちょっと血液血液ちょっと装備しておくか。でこっちが血液パックがあると500か。意外とね、見えないよね。怖いよ。左側いたね。あると結構で安全区域まで来て手を離すって感じか。あの回ってるうちはほぼほぼダメだね。ちょこちょこアイテム出すのも結構きついな。離れた。よしよしよし。ちょっとやばそうな時にはもう投げよう。正面いるね。あれ通り道的にちょっと投げてみようかな。一時的にしのげることはしのげるはず。おほー。
か。さあここまでの採取ね、どんな反応になる？消滅したね。しかもカエラル結晶まで落としてくれると、なんとなんといい。あ、これはいいね。バイクに乗っている時には使えないなとかいろいろその問題はあるんだけど、俺は上を指してるやん。わざわざこっち行く必要はないか。下から行って。いいね。血液量は減ってると。いやー、めちゃくちゃ便利じゃん。息を止めて行こう。そこまで距離が詰まってるわけでもないしね。でさ、意外と長いのよね。ほんとね、意外と。あ、また正面に。やるだけで全然ちげえな。いやー、これ今投却物だけど、そのうちなんか発展して銃とか出ないかな。なんか小島監督のことだから銃関連は出しそうな気がするんだけどね。左行って、うん、できるね。いやー、もう一つの等脚武装に持ってきとけばよかったな、これだったら。ドリア。さあ、決勝になる。
あーそういうのでもやっぱ使われてんのか。ちょっと待った、やばいな、そろそろ血液が。さあ一番この確認できないのが本当きついね。壁越しは卑怯だろ。あそこあるけどね、あれはちょっと先に脱出する方向でとしよう。まあでも一番の収穫は食べれないんだ。追いかけてきてるあの手にも有効だったってことだね。まあそんなにガンガン使えるものではないって感じだけどね。いやでも対抗手段が見つかっただけだいぶ楽。よし抜けた。これで劣化具合がね、戻るの結構ね、雨にさらされてる時間は長かったからね。やばいな、劣化が。アイテムの確認はできたよね。中身が空になった荷物があるわね。ほいほい。不用品を各施設でリサイクルするとそれを再利用してくれるわ。内容物の劣化。おお、そろそろちょっと雨が止んだらちょっと使うか。まあでも今回ほんとグレネードのおかげでだいぶ助かったね。結構危険なシーンが多いから、逆に言えば今まで配達しててバイクでよう逃げてたな。多分ダイジェストみたいな感じになってるでしょうけどね、今日の配信的に。さあここまで来ましたね。いやーいいとこでやっぱ BGM 入るね。これがね BGM をお届けできないのがねほんとね、やった人だけにしかわからないところだね。まあ基本的にライブ配信とかの方でもいいんだけど、あれ著作権違反になるんでね、僕はちょっとそのあたりはこだわり的にはしたくないところなんで。フォートノットシティ K3。 いや来たね。まあ中身はボロボロになってないんで。あ、なんか車がある。あれ乗れるのかな。ちょっとそれはそれで楽しみだ。さあ
残りあとちょっと。スーツに付着したカイラル物質の洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。いや本当だよ。まあ、今回はだいぶ配送が上がった感じだったね。まあ、対策も見えてよかった。遠出のメリットっていうところだね。さあ、納品しましょう。まあどうしてもね、特急の影響で 1% だけは受けてしまった感じか。もう1000、1000いいねはでかいけど、エリートハンドラー、数量、サービス、OK だね。マスターハンドラー、お、マジか、か、マジか、荷物の数が増えたか、キロ数だね。あ、これは助かるな。それで、カイラル通信はあんたが繋いでくれるのか。ああ、いいか。もちろん頼む。この時は何年も待っていたんだ。本当あれだね、スタッフが残ってたスタッフが待ち望んでた品なんだね。接続完了と。あ、めっちゃ広いエリアまでつながったね。さあ、センタルキャプター変えてる通信実験について、まあいろいろ見れるってことだね。このあたりはなんかクリア前にまとめて読みたいところだね。ついていた。誰から受け取ったんだ。なんか見覚えあるね。小島プロダクションのやつじゃないか。俺の弟だ。それをなぜ、弟はどうしてあんたに渡した。なぜだ。最後の時一緒にいた。イゴールと遺体を運んでる時、奴らに囲まれたんだ。イゴールが捕まった。最後は俺に逃げろと。そうか。それであんたは、そんなことがあってからすぐにまたこんな役目を任された、こいつはいよいよだな。お、いよいよと言うと。その人形はあんたが持っててくれ。第二次遠征隊のメンバーだ、そいつも。わかった。まさかオープニングであった兄弟に会うとはね。あんたが一番必要だろう。え、なになに、なんか良さげなもの。血液グレネード、おお、めっちゃ助かる。お礼の品、これ助かるね。
ちゃ荷物増えたな。サム、ありがとう。フォートノットシティがつながったわ。その年は UCA の一員になった。データは UCA と相互に共有される。カイラルプリンターが稼働するようになれば船だって新造できる。そうすれば湖の向こうのノットシティにも昔みたいに行けるようになる。だからといっていいことばかりがあるわけじゃない。 UCA に加盟すればテロに狙われることも増えるでしょう。だけど私たちは抵抗していかなければならないの。この先各地のノットシティもカイラル通信がつながるのを待っている。アメリカ再建のためにみんなあなたに期待してる。お願いね。ありがとう。俺たちも UCA の仲間入りだ。本当は湖を渡って西へ行くんだろう。ああ、船はあるわ。それがもう何年も出ていない。ブリッジズの船は全部テロで破壊された。あるのはじゃあやっぱ徒歩か。船だけだ。あ、あるんだ。ひょっとしてフラジャイルエクスプレス。そうだ、代表者に話してある。運んできた荷物の一部は船に積んでおくよ。荷物はもちろんだが、久々の入港だ。レイクノットシティの連中も喜ぶだろう。へえ、船あるんだ。配送センターを出てすぐだ。大丈夫、ポートノットに雨が降ったことはない。プライベートルームで休憩でもしていったらどうだ。そうか、じゃあだいぶ一気に進む感じはするね。まあまあ休憩していきましょう。一応2章はここで終わるかな。結構長かったもんね、行ったり来たり繰り返して。まあバイクでだいぶ簡略化はできたけど。血液も500と。おはようございます。血液採取チェック、献血ありがとうございました。さあ、メールめっちゃ来てたね。まあ、メールちょっと見ますか。まあでも、いやいい感じに進んできた。ほんと手間取らなかったのはでかいね。メールめっちゃ溜まってる。これだけのどこか死んだイゴールを思い出すと。イゴールって聞くとどうしてもペルソナを思い出すんだよね。やっぱなんかあやすとなんかあんのかな。やっぱ多い方がいいんだね。なんかそのあたり難しいな。ああ、それなりにこう配送についての話だね。ミュージック流すとあれだから、受注したエラーはもうないと。さあ、いいねをもらいましたね。いやいい感じに進んできたんでね。霧もいいんで今回ここまでにしましょうか。結構長丁場になったんでね、だいぶ移動はカットするかなと思いますが、船もちょっと次回気になるところなんでね、ちょっとそこも楽しみにやっていきましょうか。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃまたな。
最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。